どうも、哲学徒です。今回は、フサルの守りセットをご紹介していきたいと思います。このセットなんですけど、まあ、レベル3から付けられて、前回ご紹介した、強戦士のね、武具セットとも相性がいいかなと思いますので、早速付けてみたいと思います。まず、ベルトですね。フサルの、鉄帯。そして、バックラー。フサルの、鉄拳ですね。そしてブーツ、こちらは、歩き走り速度プラス20と火炎耐性が、ついていますね。はい。で、今発動させた状態なんですけど、最大ダメージが、プラス5、そして、電撃耐性プラス25と、あとですね、結構強い効果で、この凍結しなくなるっていうのがついてるんですけど、まあこれね、序盤だと、デュリエルなんかがね、凍結してきて、なかなか攻撃できなくて死んじゃうってこと多いと思うんで、この凍結無効もかなり強いかなと思います。そしてあと反撃ダメージプラス5が、ついているという感じですね。個別のセット効果については、バックラーの方に防御力プラス60にキャラクターレベル依存がついていて、あとね、ベルトの方は、防御力、こちらも防御力プラス60に、キャラクターレベルに依存がついていると。で、靴の方に、命中率プラス250、キャラクターレベルに依存がついているという形なので、結構ですね、前回、ご紹介した強戦士と合わせると、まあ、かなり序盤のね、近接系のキャラクターにとっては使いやすいかなと思います。必要な筋力もね、25、30、12とね、非常に低いので、さらにね、筋力プラス10もつくので、まあ、最初にフサルのセットつけてあげて、まあ、ちょっと筋力を上乗せした上でね、強戦士つけてあげるっていう組み合わせもできるかなと思います。かなりね、この、セットをつけとくと、序盤の難敵であるデュリエルなんかもね、倒しやすくなるかなと思います。まあ、今回は、フサルセットちょっとご紹介したんですけども、次回以降もね、セットアイテムの紹介、またやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学徒でした。